三国演技第79回「兄弟に迫って装飾詩を伏しおい叔父を陥れて龍補を法に伏す」<noise> さて宗将が兵を率いて押し寄せたと聞いて宗妃が驚いて一堂に謀ると 「自分が説得してまいります」と言って進み出たものがある一度が見あれば歓喜大夫カキであった宗妃は痛く喜んでカキに出向くよう命じ彼はかしこまって城を出ると宗将を迎えた「先脳の侍従はどこか」と将に聞かれカキは色を正して言った。 家には長子があり国には諸君がございます。諸君というのは四つぎのことです。儲けの君とか言いますね。先脳の侍従は殿の云々されることではござりますまい。総匠は言葉に詰まり「黙念としてカキと城に入ったが休網に差し掛かった時カキが言った。 こたび殿がおいで召されたはご葬儀のためでござりますかなそれとも「王いを争われんがためにござりまするか葬儀のためで別にたいはない」。しからば軍勢を率いられての入場は何故にござりまするか宗書はその場で左右の者どもを引き下がらせ単身電柱に入って葬儀に対面し。 兄弟二人抱き合うて激しく泣いた宗庄は手勢をすべて総費に引き渡し総費は彼に遠領に戻って守護の任に就くよう命じ彼はいとまを買うて帰っていった。 ここにおいて宗費の多いは安泰となったので建安十五年を圓光元年と改めて核を大尉に家禽を小国に王老を御師大夫に任じ官僚たち公家を問わずことごとく官をのぼせ恩賞の沙汰を下した曹操に送り出して武落とし 行状の皇陵に葬って浮金に寮の番を命じたあ,あのすごい左遷ですねまあしょうがないけどね浮金が目を受けてそこに赴くと玉屋の白い壁一面に関雲長が七軍を水攻めにして ウキンを取りとした時のありさまが描かれており上座に厳然として座る雲長の前に宝徳がふんぬの形相すさまじく突っ立ちウキンが地面にひれ伏して命乞いをしている姿元来これはウキンが戦いに敗れて生け捕られせつに死ぬこともできずに降参した上 おめおめと帰ってきたのを不甲斐なく思った宗妃があらかじめ人をやってこれを描かせておきわざと店にやって恥ずかしめたものであったこの時雨樹はその絵姿を見て恥と怒りから病を得どなく死んだ後の人が嘆じた死にも 三十年来旧古豪時氏が哀れむべし何に望みてそうに忠ならず人を知りていまだ心中を知らず虎を描きて今骨の内より描けり <noise> さて家禽が遠慮港には すでに軍勢を引き渡されて本国にお帰りになられましたが臨死公と召喚公にはご葬儀にもおいでになりませぬ罪に問われて然かるべしと存じまする」。と言上したので総妃はこれに同意し直ちに領地へ門跡の使者を使わせた非ならずして召喚へ赴いた使者が立ち返って。 紹介僧勇は罪を恐れて自らくびれて死にました」と報告したので僧妃は彼を熱く葬るよう命じ紹介王の位を贈った次の日臨死へ行った使者が帰ってきたがその報告に臨死公には日夜定義定位兄弟と飲酒にふけり 無礼至極にもそれがしが参っても席を立とうともせず「そればかりか」定義は「昔洗脳には我が君をお世継ぎとされるお志であったところ進化の残言によってお取りやめとされたのだ。洗脳がお隠れになってまだ日も浅いというのに骨肉の罪を問う謎とは聞いて呆きれるわ」と罵り も「我が君の天賀に絶するご交際をもってすれば大意を継がれるが当然のところなのにお立ちになれぬとは何事じゃ貴様らの目は節穴か」とお口をそろえまして怒った臨死公は警主どもに命じてそれが死を叩き出しましたこれを聞いて総妃は大いに怒り。 直ちに巨長に護衛軍三千を率いて臨死に馳せつけ、装飾の一刀を捉えてくるよう命じた。巨長は命を受けて臨死城に至り、遮ろうとした守備の大将を一刀の下に切り捨てて城内に押し入ったが、前を遮ろうとする者は一人もいない。館に踏み込めば、装飾が定,位定,位定義定義らと共に酔いつぶれていたので、 一度縛り上げて車に押し込むと館の属官たちをすべて引っ捕らえて行軍に連行し宗妃の指図を仰いだ宗妃は沙汰を下してまず定義定位らを皆殺しとさせた定義あざなわ精霊定義、あざなわ敬霊敗軍の人で 当代に文明を謳われた者たちでありその死が伝えられるや多くの人々が惜しんだものであった <noise> ここに宗妃の聖母弁士は宗勇がくびれ死んだことを聞いて痛く悲しんでいたがところへまた宗職が捕らえられその腹心の定義らが殺されたよしを聞いて仰天し急いで電柱に立ち入れて宗妃を呼んだ。 宗妃が母親の出てきたのを見て慌てて拝謁したところ弁士は泣き泣き言った「そなたの弟の職が日頃より酒をたしなんで愚かな振る舞いを致すのは己の才を頼んでついつい報相に流れるもの。そなたも血をあけた兄弟のことゆえ命を取ることだけは許してやってくだされ」。 それでのうては私は死ぬにも死ねませぬぞ私も弟の才能を愛しておりまするそのようなことは考えたこともござりませぬこたびは少したしなめてやろうと思うたまでにすぎませぬゆえそのご心配には及びませぬ面師が涙で頬をぬらし奥に入った後 名詞のという宗妃いい、ね、が変電に出て宗職を通すよう命じた時嘉金が尋ねた「殿下ただいまは太公様より四軒様の命を召されぬようお話があったのではござりませぬか」「四軒」っていうのが宗職のあざなです。 いかにもじゃ。四軒様は今日中に大祭を抱かれいつまでも地中にあるお方ではござりませぬ今のうちにのぞいておかなければ災いのもとともなりましょうぞしかし母上のお言葉に背くことはできぬ四軒様は口を開けばたちまち名文を作られるとか人は申しておりまするが それがは疑わしゅうを持っております。ご隠見の上その最中のほどをお試しになられるがよろしゅうござります。してもし用できねば容赦なく殺し噂通りのようでございましたら手ひどくけなしつけて天下の文人の口を塞ぐがよろしゅうござりましょう。宗妃がうなずくところへ宗職が目通りしてひれ伏し。 恐怖して罪せられんことをこうたので。「わしとそなたとは情においては兄弟であるが義においては君臣の間柄じゃ彩を頼んでのそなたの不届きな振る舞いは許せぬ千訓御財世の右りにはそなたは常々文才をひけらかしておったがわしはのきっと誰かに代筆させたものと思うておった。 この場ににおいて、て七歩歩む間に一種作ってみよ。できればよしもしできぬようであれば容赦なく仕置きするからそう思え「大を頂戴いた人を存じまする」時に電柱の壁に 一服の水墨画がかかっており2頭の牛が追事のもとで戦い1頭が井戸に落ちて死んでいるところが描かれてあった宗妃はそれを指して「荒れなる画を大としよう」だが詩の中で「二牛柿のもとに戦い一牛井に落ちて死す」といった言葉を使うことはまかりならぬ。 装飾は歩き始めて七歩で作り上げたその詩とは「両肉等しき道を行き頭上凹骨を覆ぶ」「いあえり土山の下」「たちまち立ちてあい叩こう」 二ともに五ならず一肉独屈に伏すこれ力しかざるにあらず世紀の漏れ終わらざりしなり一応これ多分「骨とつひつ」で踏んでるんでしょうね。は家臣たちと ともどもど驚いたが重ねていった「七歩で一首ではまだ遅いな即座に作ることができるか代をお願いいたしまするわしとそなたは兄弟じゃこれを代とする」じゃが「兄弟」という字を持ちることはならぬ。 と装飾は玄関に朗々と銀じた豆を煮るに豆殻を燃やし豆は釜の中にありてなく元はこれ根を同じようにして小絶しに会いにいることはなんぞだしく急なると「臆測が謝ってしまう」。 うひがこれを聞いてはらはらと涙を落とす時母親弁士が立ち入れて「兄でありながら何事ですあまりにひどいではありませぬか」と言ったのでうひは慌てて席から滑り降りていった「国宝を曲げることはかないませぬ」かくて 装飾の位を削って暗鏡庫を落とし装飾はいとまごいの後馬に乗って立ち去った装飾が多いについての後は法令を一新し 官邸をないがしろにすることは父の曹操よりなおはなはだしいものがあったが、このよし早くも患者によって生徒に伝えられるや、官中王は経天して直ちに文部所館に諮った。曹操はすでに死し、曹飛が位を継いだが、天我を波すること曹操にも勝るものがあり、 しかも東郷の孫賢明まで彼にへずろうて進化の礼を取っておるというわしはまず東郷を攻め滅ぼして雲長の仇を晴らしついで中原へ攻め上って逆賊を滅ぼさんと思うのじゃが」とその言も終わらぬうち良家が列の中から進み出るなり泣き伏して 観光ご不死が難に遭われたのはほかならぬもう毛つの罪にござります。まずはこの二人を中せられんことを願い上げまする。と言ったので玄徳が直ちに人をやって二人を捕らえてこさせようとすると孔明がいさめたそれはなりませぬゆるゆる手を下すこととするがよろしく。 急いでは帰って無本を促すようなことになりましょうまず二人を軍衆にのぼせ引き離しておいてかららえたらよろしいと存じます原徳これに従って使者を劉法のもとへ遣わし官をのぼせて免築を守らせることとしたここに法要はもうたつと親しい仲であったが このことを耳にすると急いで家へ戻って書面をしたため腹心の者のを毛達のもとへ走らせたが死者は難問を出たところで馬長の手の見回りの兵士に捕らえられ馬長の前に引っ立てられすべてを知った馬長はすぐさま宝相を訪ねた法要は迎え入れ法要ですねごめんなさい法要は迎え入れ 酒を出してもてなしたがその酒が程よく回った時馬長はわざと気を引いてみた前には勘中王は紀子を重用されたものでござったが近頃はどうなされたかあまり守備がうないようでござるな法要が酔った紛れにあの不届きな老いぼれめが見ておられいそれがしきっと返事をしてやろうほどに。 と罵ったので重ねておおこれはそれがしもかねてから腹に据えかねておったところじゃ。しからば聞こう手勢を引いて猛立つと共に攻め入りそれがしが聖戦の軍勢を率いて内をいたさばよもや子孫ずることはあるまいがいかにも仰せのとおりでは 明日改めて評議いたしましょうぞ」と馬長は法要のもとを辞し直ちに人をやって彼の書面を漢中王のもとへ届けこのよしを逐一伝えさせた玄徳を大いに怒り時を移さず法要を捕らえて獄に下させると厳しく責めさせた法要は獄中にあって後悔の保存を噛んだものの どううしようもなかった「法要が謀反を企みおったが処罰はどういたしたらよいであろうか」と孔明に諮ると「法要は治療わきまえの男でございますしかし生かしておいてはこの先必ず災いの種となりましょう」というので玄徳は法要を獄中で殺した。 法要の死は直ちに人に,や人によって猛達に知らされた仰天した猛達が慌てふためくところへ死者が到,達し到着して劉鳳に綿竹に戻るようとの命令を伝えた猛達は慌てて上陽暴霊の問い親旦親儀の兄弟を呼んで「わしは奉公直と共に 漢中央のために働いたものであったが。ええー、方硬直っていうのが方正のことですね。今日では硬直も死んでしもうたし。漢中央もわしの昔の功績を忘れて。わしを亡き者にしようとしておる。どうしたものでござろうか。と図ると、新太が言った。漢中央に。指一本ささせぬ。はりごとがござる。 モータ達が痛く喜んでその計り事とはと乗り出すと「我ら兄弟はかねており義に身を寄せるつもりでおりましたが機構も書面を持って勘中王に糸まごいをされ義王宗妃のもとを頼ってゆかれるがよろしゅうござりましょうさすれば宗妃が重く取り立ててくれるは必定我ら二人もすぐ後から参りましょうぞ」モータ達ははっ、 と悟って、直ちに上層文をしたためると生徒から来ていた使者に渡しその夜のうちに五十余旗を引きぐして儀へ走った使者がその上層文を生徒に持ち帰って毛達が儀に走った余地を言上すると勘中王は痛く怒ったがその上層文を見れば「真達、伏し,しておもみるに 殿下医療の大業を打ち立てられんとし、えー、と州の委員と省の委員と州の大公募両将ですね漢文の大公を終われんとして、えー、と官公正の官公と真の文公あの御派ですね春秋の派じゃ御祖より大業大事を挙げられた者や有志の 有いのしご遺布をしたいて、こぞってご失家にはせさんぜり。真、殿下が身元に仕官いたしてよりこの方、在家山のごとし、これ自ら知れるほどなるを、王がお怒りはいかばかりならん。今、王が朝廷には永春群がれるも。真、にいしられるん。 内にありては補佐の器なく外にありては少量たるの才能をしていたずらに行進の列にあること自ら不幸を外るところなり新規に藩霊は美を知りて五戸に浮かび旧藩は罪を射して川のほとりにていとまを恋いしとか気球の時に至りて除名を濃うは愚かなり 身体を言わんにゃしんなりイワンニャ神は非生にして大いなる訓をなくして花分の位に突き降りしがひそかに先見をしたい鉄とに恥より遠ざからんと思いおれり昔神生は思考にして親に疑われ師匠は市中にして君に忠せられ盲点は京を開き必死に 重慶を被り楽器は生を破りて残言にあえり新書を読み至るごとに考えして落類せざることなし思考してしゅうそのことにあたるに及び悲しみいやますものあり近頃慶州に敗軍の折は大臣説を失うたがために百に一つの帰る者もあらざりき 心恐れ大きいことながら自らここに暴領常用を奉還し外にさらんと寝ごう不して思うは殿下静音によりて看護され心が心を憐れみ心が今日痛まれんことを心はまことに精進にして終わりを全うすることを与わずこれを知りてなす自ら罪の深きことを思う心菊に 交わりを断ちて悪性なく心を去りて縁事なしとか心過ちて君子の教えを奉ず願わくは王もこれに務められよ心教区の至りに耐えず読み終わって玄徳劣化のごとく怒り芸老何を言うかそもいただけでは足りず。 こんなもののまで書いいいて、わししを笑い者にしようというとか。ヒップですね、ヒップ。いつも出てくるヒップ。と直ちに軍勢を出して手取りとしようとしたところ孔明が「劉鳳を使わされて共食いをさせたらよろしゅうございましょう。劉鳳は手柄を立てたにせよ破れたにせよ生徒に戻ってまいりますゆえその時に殺してしまえば 二人ともどもに片付けることができるというものでございます。と言ったので考え直し、免築へ使者をやって、この胸劉法に命じれば、劉法は命を受けて、毛達を手取りにせんと軍勢へ率いて打ち立った。さて、宗秘が文部百貫を集めて表儀を模様総理氏も近似の者が、 職の大将モータ達が登校してまいりました」と言上したので隠蔽して訪ねてみた「そなたの降参は本心からであるか」「それがしは漢口の気球を救わなかったがため漢中王より一命を奪われそうになったので王におすがりしてまいったもの、双心はござりませぬ」。 宗妃が信じかねているところへ劉邦が兵五万を率いて上陽に押し寄せ猛達に戦いを挑んでいるとの知らせがあったのでいかにもそなたに双心ないと申すなら上陽へ参って劉邦の首を上げて参れさすればわしも信じようぞそれがし利害をもって時ますれば軍勢を動かすまでもなく 劉鳳もご失火に長せさんずることでござりましょう毛達の言葉にそう非痛く喜んで彼を三期成寺剣武将軍平陽抵公に奉じ新城の大主とし常陽繁盛守を守るよう命じたこれより先下皇賞と女皇は常陽を拠点にして上陽一帯を攻めていた上陽二つあるからややこしいですよね。 毛達は上陽について二将と対面し劉邦が場外五十里のところに陣を構えているのを知ったので直ちに書面をしたため使者をやって劉邦に降参するよう申し入れたそれを読むなり劉邦は「ほのれ先にはわしにおじおいの定義を誤らせこたびは親子の間柄を割いてわしを不忠者不幸者にしようというのか」と大いに怒り 書面を粉々に引き裂いて、死者を切り捨て。明くる日軍勢を率いて、攻めかけた。なんか粉々に、書を砕く、手紙を砕くっていうのちょっと変な気持ちが。しますけど、でも、砕くって書いてありますからね。まあ、あの、紙ではなかったのかもしれませんけど。 猛達は劉邦が死者を斬ったと強いて劣化のごとく怒り同じく軍勢を率いて撃って出る両軍陣を敷く、えー、や劉邦が馬を門旗の下に立て薙刀を差し上げて「逆賊めいらざることを申すな」と罵れば猛達が「首が今にも落ちようとしておるのにまだ目が覚めないのか」と答えたので激怒して馬を踊らせ。 ふるうて打ちかかったが猛わずか3号と渡り合わずに逃げ始め竜鵬が気を至って20里余りも追い立つところドッと時の声が湧き複製一時に打っていで左から加工所、右から徐行が切って入るとともに猛つも取って返して三方からもみ立てる。 竜鳳は散々んんに打ち崩されてよう徹して上陽へ逃れ魏の軍勢はひしひしと追い迫る城下に至って開門を頼むところ櫓から雨のような矢を追いかけてきて新丹が姿を現したわしはのうすでに魏に下ったのじゃ大いに怒って攻め落とそうとしたが追っ手が迫ってきたので もはやこれまでと暴領へと落ちてくれば城壁には義の旗指物が立て連ねられている「真偽がらで旗を一振りすると見るや城の裏手から一手の軍勢右将軍徐攻と対処した旗を押し立てて打って出たのでかなわずに聖戦目指して馬を飛ばせば徐攻は勢いに乗じて厳しく追い打ちをかける」。 かくて残るところわずか百余金になった部下を従えて生徒についた劉鳳は漢中王に目,目通りして前に泣き伏すとこれまでのことをつぶさに根性した恥知らずめが「よくもおめおめと帰ってきたなあ」と怒る玄徳に劉鳳が「 叔父上がご不幸に遭われたのは、それがかせがを出さなかったからではなく、毛達に留め立てされたからでござります。と言ったので玄徳、ますます怒り。貴様とて、人の食らう者を食い、人の着るものを着ておる上は、でくではないはずじゃ。裏切り者の言うことを聞くとは何事じゃ。と左右の者に引き出して、 打ち首とするよう命じたが勘中王は彼を斬った後毛達が降参を進めてきた時その書面を破り死者を斬ったことを聞いて心中痛く後悔し勘故を悼む思いとも重なってついに病のとこにつくに至ったので出陣のことはしばらくさたやみとなった。 ここに義王宗妃は自ら王位について文部書官の位を漏れなく進めた後軍勢30万を率いて南の方敗国庄剣に赴き僧病の祭りを壮大に営んだが土地の不老たちは道端に土下座して酒を献じ菅の郊祖が拝に帰った時の礼に倣った。 えーとね、これはですね式にも出てくるんですけれどもゲーフエイフとも言うんですけどあの人を打った帰りに故郷のハイっていうところにね「法とハイ」っていうところがすごい近いところがあるんですけどハイに行ってですねでそこで主演を開いてこうその土地の、まあ、おじいちゃんたちとか子供たちとかを集めてそれであのいっぱい酒を飲ませてですねでそれでハイの国の えーと税金をです、ね、免じたとそういうことがあってねこの時に歌を詠んだのが非常に有名なんですけれども置いといて「かかる時大将軍下降とんの病が募った」との知らせがあったので急いで行都に戻ったがすでに死んだ後であったので喪に服して手厚く葬ったこの年8月。 石油圏に鳳凰が飛来し臨死状に麒麟が現れ光流が行軍で見えたとの知らせがあったここにおいて中老城李服太子の女王巨子はかかる手術の随調は義が官にとって変わるべき兆しであるゆえ樹前の式を執り行って鑑定をして天下を義王に譲らすべきであると話し合い 勤王老神秘閣劉威劉陽陳峡陳軍官依ら文部書官40名とともに宮中に押し入り官の検定に対して未位を義王僧妃に譲られるよう相乗するまさに「義家の社食の起こる時官の参戦、人手に渡る」というところさて検定のご返事は それは次回。はい、えっ、ー、といっぱい人が途中で出てきたので、ちょっとここだけ注釈を入れていきます。ここですね。ハンレイ、まずハンレイですね。春秋時代のその人。 越王江千を補佐し五を滅ぼして上将軍となったが江千が観南を共にすることはできるが安楽を共にしえぬ人間であるのを見抜き職を辞して五湖に船を浮かべ越を去って生に赴き二度と越に帰れなかったという話えー、と五とその戦たうた五,五じゃない五あこの人もともとその人なのか。 えと後藤越の戦いの話ですね。聖子が出てくるやつですね。それから旧藩というのは春秋時代の秦の大夫三秦の方の秦ですね。本名は古縁という人あざ名は四藩という秦、えー、の文皇のおじさんにあたるので旧藩というふうに呼ばれている。文庫は真の 十字長寿って言うのかなでも長寿がママ母に追われて国外に逃れてより十数年の間共にロークを共にロークを共にしたがなんか変ですねいよいよ真に戻る時文公が自分の子を忘れて過失ばかりを覚えているようだと困ると思い黄河の岸まで来た時いとまごいしたえ次に師匠というのはご師匠ですね、えー、本名はごうんごうんうん って書くけど読み方は運ですね師匠っていうのはあざなで五王房を助け大いに越を破ったが後残煙に遭い房に迫られて自殺した、まあ、一番目に出てきたハンレイのライバルじゃないですけどまあライバル的な感じですねそれから盲点というのは盲点盲点というのは真の始皇帝に仕えた大将北方の外族を討ちまあ 強,強度ですね長城を築いて太鼓を上げた始皇帝の死後漢願長江の残虐に遭い毒をあおって自殺した、えー、それから楽器戦国時代の縁の人、まあ、北の方ですね縁の昭王の時上将軍となり長祖勘義・縁5カ国の連合軍を率いて姓を打ち破った。 後、慶応達也姓の、えー、伝旦の罹患の刑にあたりかかり慶応に疑われたので趙に亡命したうんそうですね趙。 そうですね、はい、えー、それそんなところですかねはい、えー、それでは、えー、な第79回「宗職、えー、兄弟に迫って装飾死を伏し老いおじを陥れて竜穂をに伏す」終わります。